はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。ということでね、皆さん、最終回第7話、見ましたでしょうか？いやー、もう、本当にね、煉獄さんの最後、かっこよかったし、もう、なんか、母親からのね、走馬灯じゃないけど、立派にできましたか？立派にできましたよっていう、あのところが、マジでいいっすよね。あそこ、本当に好きなんですけど、いや、もう、そんな、煉獄さんの、本当に柱としての、責務を全うした、最後っていうのがね、描かれた、第7話だったんですけど、めちゃめちゃ、感動しました。ということで、本日はですね、今日もですね、新規カットありましたよということで、皆さん気づきましたでしょうか？俺気づかなかったんだけど、まあ、ちょっと見返してね、気づきましたんで、そちらをね、紹介していこうかなと思います。新規カット紹介します。ということで、皆さん今のうちにチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、早速やっていきましょう。はい、ということでね、まず新規カット1個目なんですけども、こちらですね、血を流す煉獄さんに震える炭治郎ということで、煉獄さんの炎行と、赤座の乱式がぶつかった後ね、煉獄さんがこう、ってなってね、炭治郎がね、ちょっと心配するね、シーンで、まあ、こんな感じで震えるね、新規カットっていうのが新たに追加されておりましたということで、まあ、炭治郎の焦り具合っていうのがね、より一層わかるね、新規カットとなっております。まあ、これはちょっと気づきにくいっすよね。ただまあなんか炭治郎の焦り具合っていうのが非常にね、強調されております。はい。続いてですね、死ぬな京次郎って言ったあたりのね、シーンでね、赤座のね、新規カットっていうのがね、追加されておりました。こちらですね、炎行を食らった後全くこう、一切動じることない赤座っていうのが堂々としたね形で描かれておりましたね。こんなね斜めのカットあったんだって感じなんですけど後で気づきました。はい、ちょっとねやっぱこの赤座のね堂々とした姿っていうのがね斜めから撮ることによってなんかさらに一層すごい上からの感じがね圧というかねそんな新規カットになってるんじゃないかなと思っております。いやこれも気づかなかったっすねあんまりね。でまあこちらの場面ではですねこんな感じで煉獄さんの後ろから撮ったね角度っていうかこのアングルっていうのも追加されておりましたということで、密かにねこのね場面で結構追加されてはいたんですけど意外と気づかなかったね、新規カットたちとね、なっておりますね。でまあ最後の新規カットなんですけど皆さん何だと思いますか？はい、無限列車編最後の新規カットはこちらなんだこれは。煉獄さんから逃げる赤座の風圧を耐える炭治郎となっておりますなんだこれ、これ最後の新規カットなのか本当に。こんな締まり方でいいのマジで。はい、ということでね、赤座がこう逃げ出した時の風圧に耐える炭治郎となっております。はい。何もコメントすることないっすね。これが最後なんかいっていうオチとなってるんですけど。新規カット70も追加されてたの？気づかないところもあったんじゃないのって感じなんですけど。まあ僕は4話から紹介してるんで、なんとも言えないっすけど、70カットってやっぱね、そんななかったっすね。正直ね。ということで、皆さんいかがだったでしょうか？いや、第7話本当にすごい良かったっすね。まあできれば6話、7話続けてやっぱ見るのがね、いいかなと思うんですけど、赤座が来て、まあ戦って、それでまあ赤座が逃げて、でその後煉獄さんのいろいろな話っていうことで、まあそこはやっぱ続けてみるとね、より一層深まる部分があるかなと思うんで、そこはねぜひぜひ続けてみてほしいかなと思うんですけど、やっぱり第7話の煉獄さんのお話、煉獄さんがやっぱり禰豆子を認めるって言ったところもねそうですけども、煉獄さんがね自分のことよりも父だったりとか弟の心配をしていた、そんなね場面があるんですけど、そこが本当に非常にやっぱ人の良さっていうのが出てて感動できるかなと思っているんで、しっかり聞けなかった人はねぜひぜひ煉獄さんの最後の話っていうところね結構重要な会話してるんでもう一度聞いてみてください。いやそしてねなんとね次回は遊郭編ということで、いやもう始まっちゃうんだねって感じなんですけど、遊郭編に関してはねちょっと別動画でお話ししてるんでぜひぜひそちらをご覧ください。ということで皆さん無限列車編第1話から第7話でお疲れ様でした同時視聴もね、遊郭編やっていくんで、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、遊郭編のね、毎週動画もね、まあ、作るか作らないかわからないですけど、まあ、ちょくちょく動画を作っていくと思うんで、ぜひぜひそちらもご覧ください。ってことで、この動画良かったよという方はね、ぜひぜひ高評価、そしてね、チャンネル登録なんかもね、よろしくお願いします。そしてですね、皆さんのね、煉獄さんかっこよかったよとかね、ぜひぜひコメントなんかもよろしくお願いします。いや、なんか見た限り、あざの剣なんですけど、あれやっぱあざっぽいっすよね。まあ、なんかその辺もねなんかコメントぜひぜひよろしくお願いします。てことでまた次回の遊郭編でお会いしましょう。うっばい。